三群山は、福岡平野と筑豊盆地の間に位置する標高935.9メートルの山である。三群山地の最高峰であり、山頂は飯塚市であるが、か谷郡海町、筑紫野市との境界に位置する。三群山は、三群山地のほぼ中央に位置しており、九州自然歩道の一部となっている。北は若杉山から、南は、 豊満山まで重走路が形成されており、多くのハイカーが訪れている。三軍山地の最高峰であるため、西は福岡市や糸島市、北は玄海灘まで見渡せる。東は筑豊地区のほぼ全域が見渡せ、南は筑後川流域など、美濃山地以北までが見渡せる。この立地の良さから、山頂には国土交通省大阪航空局福岡空港事務所、 三群山航空路監視レーダー及び遠隔対空通信施設が設置されている。このレーダーは国内2番目の航空路監視レーダーとなる。1970年に試験運用を開始、1973年に正式運用を開始した。レーダーの設置にあたって昭和40年代前半に筑紫野市ユスゲンから山頂までの管理用舗装道路が整備された。 この道路は管理専用であり、施錠された柵がふもとに設置されていて、一般車両は乗り入れができない。道路の整備後、山頂には通信施設が設置されるようになり、福岡県防災行政無線、警察庁、国土交通省、放送各社、アマチュア無線などの通信施設が設置されている。かつては NTT の中継通信施設が存在したが、解体後にさらちとなり、 同市基地を他の施設が利用している。1973年、昭和48年7月30日夜から31日未明にかけて、放満、三軍三景を中心に最大時間雨量115ミ、mm、リメートル、日雨量232ミ、mm、リメートルの集中豪雨が発生し、約3500カ所で三腹崩壊が発生。土石流となって、渓流を流下し下流に、 大きな被害、死者24名、被災家屋35,143戸、大畑の冠水埋没2,628ヘクタール、等の大災害となった。ありがとうございます。